過剰書きと段落番号過剰書きと段落番号についてご説明します過剰書き行頭文字過剰書きとは段落の先頭に記号を入れる機能です下の図では黒四角が 先頭に挿入されました。PTA 講演会のお知らせの文書の気書きに箇条書きの記号を入れましょう。まず、日時からの5行を範囲選択しましょう。次に、ホームタブの 段落グループにある、過剰書き、下向き三角ボタンをクリックします。そして、好きな記号を選び、クリックしましょう。行頭文字記号が入りました。矢印は自動的に現れますが、印刷はされません。 解除の方法解除したい行を範囲選択し過剰書きボタンをクリックします下向き三角ボタンをクリックした場合にはなしをクリックします段落番号段落番号とは段落の先頭に数字や 順番がわかる文字を入れる機能です。下の図では、1、2、3、4、5のように、先頭に数字が入りました。PTA 講演会のお知らせの文書の気がきに、段落番号、数字か文字を入れましょう。 まず、日時からの5行を範囲選択しましょう。次に、ホームタブの段落グループにある段落番号、下向き三角ボタンをクリックします。好きな番号か文字を選び、クリックしましょう。段落番号が 入りました。矢印は自動的に現れますが、印刷はされません。解除の方法。解除したい行を範囲選択し、段落番号ボタンをクリックします。下向き三角ボタンをクリックした場合には、なしをクリックします。 箇条書き、段落番号は、直前に使用した記号、数字、文字が記憶されていますので、次にまた同じものを使いたいときは、下向き三角ボタンをクリックせずに、箇条書きボタンか、段落番号ボタンをクリックするだけで入れることができます。箇条書き、 段落番号を設定している段落内で開業すると、次の段落にもその設定が自動的に引き継がれます。丸一の午後2時よりの前に開業を入れると、自動的に段落番号が増えました。均等割付。け 均等割付についてご説明します。均等割付には2種類あります。一つは段落単位での均等割付、単元2で学習したものです。範囲選択せずに、その段落内にカーソルを点滅させた状態で設定します。文字が 文字入力範囲の幅いっぱいに均等に割り付けされます。もう一つは文字単位での均等割り付け。この単元で新しく学習するものです。段落内の一部の文字列を範囲選択して設定します。任意の幅の中で文字列を均等に 割り付けできます。均等割り付け。2種類の例。段落単位での均等割り付け。文字入力範囲の幅いっぱいに広がり、見づらくなってしまいます。文字単位での均等割り付け。 項目だけを選択して均等割付けしたので見栄えが良くなりました。文字単位での均等割付けの操作手順 PTA 講演会のお知らせの文書の気書きの項目に文字単位での均等割付けを設定してみましょう。 日時からの5行の項目名を範囲選択しましょう範囲選択の方法は2つあります一つは項目名を1つずつドラッグして選択し設定することを5回繰り返すもう一つはコントロールキーを押しながら日時場所 演題、講師、その他をドラッグして選択し、一度に設定する方法です。5つの項目だけが範囲選択されました。次に、ホームタブの段落グループにある、均等割付ボタンをクリックします。 ダイアログボックスが現れます。新しい文字列の幅を上向き下向き三角ボタンをクリックするか数字を手入力して OK します青い帯になっていたらその上から数字を手入力することもできます直前の設定が残っていますので 同じ次数にするときは、そのまま OK で大丈夫です。5つの項目の中で一番幅が広いのは、その他の3次なので、この場合は3次以上の設定で均等割付けが可能です。例では5次にしています。 二文字または三文字の項目名が5文字分の幅の中で均等に割り付けされました。解除の方法。まず、均等割り付けを設定した文字列でクリックしてカーソルを置くと、文字列の下に水色の線が表示されます。 次に、設定したときと同じ、均等割付ボタンをクリックし、ダイアログボックスの解除をクリックします。ワンポイントアドバイス。段落単位の均等割付と、文字単位の均等割付の注意点。文字単位の 均等割付をするつもりで、段落記号まで範囲選択して設定してしまうと、段落単位の均等割付になってしまいます。選択範囲を確認してから設定しましょう。間違えて設定しま、設定してしまった場合は、すぐにやり直しボタンで元に戻しましょう。 ドラッグするとどうしても段落記号まで範囲選択されてしまいます。最初から段落記号まで範囲選択し、マウスの左ボタンを離さずに押したままで、左にドラッグすれば段落記号を選択範囲から外すことができます。